今日は、お足元悪い中お越しくださいまして誠にありがとうございます。私河野と申します。今日はですね、こちらですね、ライトノベルから見た少女少年小説誌、大橋隆之さんの本ですけれども、こちらの本の出版記念ということで、こちらトークセッションを進めていきたいと思います。大橋さんのお仕事というのを実は私はこの何年かフォローさせていただいているんですけれども、大橋さん日本文学の研究者としては異色なキャリアをお持ちだなと思っておりまして、大きく2つの関心領域をお持ちの方なんですね。で1つには、明治文学研究、特に山田美妙の、専門的な仕事をなさっていて、岩波文庫やあるいは、岩波文庫の山田美妙の、作品集であるとか、山田美妙集という全集の、校訂解題などもなさっています。その一方でですね、ライトノベルにも、関心というか深く関わっておられて、まず作家としてですね、いくつも本を書かれて、またライトノベルの研究者評論の書き手としても活躍をしておられます。で私もどちらかというと変わった文学研究者としては変わった関心を持っていると思っていたんですけれども、大橋さんも非常にこの2つの分野が大きく違うなと長年思ってたわけですね。で今回のこちらの本なんですけれども、この先ほど申し上げた日本近代文学の研究者としての顔とライトノベルの作家、それから評論の書き手、この2つを橋渡しするような作品本なんではないかなと思っています。この本をお読みになりますとライトノベルと何かということに関して非常にその問題はですね一貫して追求しているんだけれども、その中に日本近代文学の研究者としての方法論の意識、または現在における日本文学研究の動向などが映っているようなそういう本ですね。なおかつ狭い専門分野に限ることなく、明治から現代という非常に幅広い視野を持った本なんではないかなと思います。で今日はこの本の内容についてどんどん聞いていきたいと思うんですけれども、まずですねこの本の、そもそも基本的な問題といいますかね、ライトノベルとは何かっていうこの問題が中心です。ここからいきましょうか。いきなり炎上しそうなネタからただいまご紹介に預かりました、大橋と申します。本日は、お足元の悪い中お越しくださいましてどうもありがとうございました。よろしくお願いいたします。ライトノベルとは何かから今日ライトノベルがお好きでいらっしゃった方も当然いらっしゃるかと思います。でずっとやっぱり例えばツイッター上でライトノベルとは何かみたいな話を始めるともう漏れなく炎上しますよね。どうしようかってぐらいの話になって、やっぱり、どこまでライトノベルとして認めるのかとか、あるいは、いつ頃書かれたものかな、ライトノベルとして認めるのかとか、1970年代に件があるとか1990年代以降のものがライトノベルなんだとか、やっぱりそういったところでどうしても議論になるんだろうなというふうに思います。でまず今回この本でライトノベルっていうふうに規定するときに意識したのが書き手としてライトノベルを作るときにどういう作り方をするのかっていうところでまず考えました。で書くときに一番最初に何を考えるかっていうとその本がどこの棚に置かれるのかを考えるんですね。まず最初にこれ意外と意識しますそうですね、難しい問題ですね。で、そのどこの棚に置かれるかっていった時に、やっぱりライトノベルの棚に置かれたら、ライトノベルの読者の方がそこに行くわけですよね。で、その読者の方がじゃあ他の棚に行くのかとか、あるいはそのライトノベルが他の棚に置かれてしまった時に、それを他の棚をいつも見ている読者の方が見てくれるのかっていうことを考えると、やっぱりまずライトノベルっていうのを書いた時にはライトノベルの棚に置かれますと。じゃあそこに行く読者っていうのはどういうのを想定すればいいのかっていうと、まずは中学生から高校生にかけての年代、それから漫画とかアニメーションに普段少なくとも接している人、あるいはライトノベルっていうのをある程度読んでいる人たちが行くよね。でそこから考えると、まずライトノベルって言った時には、そのライトノベルの棚に置かれる作品っていうのを考えた方がいいのではないかっていうのが出発点だったんですね。で今回この本の中で、ですから第1章ですかね、主として中学生から大学生にかけての学生を想定読者とし、漫画やアニメーションを想起させるイラストを添えて出版させる小説ということで、書誌の問題というか本の形の問題と、それから読者層の問題から取っかかりにした方がライトノベルって規定しやすいのかなっていうふうに考えています。でおそらくやっぱりどうしても近代以降ですよね、現代の私たちっていうのは何か小説のジャンルを考える時にはどうしても内容で区分けしたくなると思うんですよ。例えばジャンルっていった場合、まず SF があったりミステリーがあったり、だからこそライトノベルっていうのは SF だったりミステリーだったり学園ものだったりってさまざまなジャンルを横断していくということで、新城和馬先生がゼロジャンル小説というふうな呼び方をしたわけですけれども、そういった内容的な区分けだけではなくて、やっぱり確定としてはまず誰がどこに行ってでどういうふうに買うのかっていうのを考えると見えやすくなるかなという気がしています。この本読んでいただくと、はい、その第1章がですね、そのライトノベルとは何かという論争史のようになっていて、喧嘩を売ってるっていう人なんですけど、でですね、ライトノベルっていうとまさにこの10年ぐらいにこう人気がこうグッと上がってきたジャンルで、大橋さんが書かれたライトノベルというかライトノベルの形をとったライトノベル研究所というのがありまして、ライトノベルは好きですかっていう本があるんですけども、この本のねオープニングにですね、主人公が芥川龍之介の卒論の中間発表したら炎上してで落ち込んでいるところにライトノベル研究会のメンバーと出会って、でなんか涙を流すんですね。でその芥川を読んで涙を流すことはなくて、はい、負けたみたいな場面があったと思うんですけれども、今のやっぱりその熱いっていうかな、若い特に若い読者がこう熱く読んでいるだけに論争になりやすいというか、その対象に対してこう距離が近いので炎上しやすいというか、はい、そのなんかこの論争になっているところが非常に第一章の印象に残ったんですけど、はいはい、何がこの論点になっているのか、先ほどその読者の問題とかジャンルの問題だったと思うんですけど、何がその議論になっているのかというところが、ライトノベルとは何か、特にそうですね、なんでライトノベルが何かで揉めるのかっていうですね。それ部外者なのでどんどん聞いてしまう方に聞いた方がいいんじゃないかなって気がするんですけど、やっぱりそれなりに個々の読者がこれがライトノベルだと思ってるのはここだよっていう思い入れはかなり強いんですよね。やっぱり普通の昔文学とは何かみたいな論争をしていた時の雰囲気が残ってるのがライトノベルという気がするんですね。実は結構文学の全盛期の需要形態とライトノベル全盛期2004年頃の需要形態ってものすごく近くて、小説を書いている人がそのまま読者になっていて、で基本的に読者が作家予備軍になっている。大森のぞみさんあたりがこの辺りを汲み取ったんだと思うんですけれども、だからこそやっぱり自分はライトノベルを思うっていうふうに行きたくなっちゃったと思うんですよね。で今回一応やっぱりなんて言いますか、ちょっと研究者っぽいところをスタンスは出そうかなということで、そこからは一歩引いて、でもう少し一般的なというか、いろんなライトノベル感ですとかライトノベルっていうのをどういうふうに考えるかみたいな立場がやっぱり言説レベルでってちょっと難しいですけど、いろんな新聞だとかあるいはインターネット上で書かれてきたものがあるので、それをもう少し一歩離れたところからもう一回見直して考えた上で、さっきの話読者層の話というのを考えていくと、まず少年少女少女少年というふうに今回はしましたけれども、この何て言いますか、今のライトノベルを読んでいる読者が読んでいるものっていうのが日本近代の中でどういうふうに位置づけられるのか、ライトノベルっていうのが、1970年スタートでもいいですし1990年スタートでもいいんだけれども、そこからもう少し戻って考えることはできないのかなっていうのは少し考えたところなんですね。何かと申しますと、ライトノベルってやっぱり漫画アニメを小説化したものっていうところがまず出てくると思うんですよ。でそうすると1970年代、それこそ宇宙戦艦ヤマトのブームあたりがあってアニメーションが一気に拡散していく。でそのアニメーションを見ていた読者が小説を書いたはずだっていう発想がものすごくライトノベルの読者の中に強かったと思うんですよね。で例えば大塚英治さんとか東博樹さんも基本的にはそのラインで考えていたと思うんですけど、だけどそこで一個引いた時に、じゃあそのアニメーションを作った人たちって何見てたのっていうのが一つあるんですよね。手塚治虫を読んでいたかもしれないし、もっと他のものを読んでいたかもしれない。で今回3章のところで宇宙戦艦ヤマトのスタッフが高垣瞳の小説を非常に熱心に読んでいて、でどうしても全く売れなかったんですけど、高垣版宇宙戦艦ヤマト、これご覧になってましたネット上にポロッと時々感動をしていたりするので、ぜひご覧いただきたいんですけど、ものすごく叩かれてるんですよね、当時の読者からびっくりするぐらい、こんなものはヤマトではないというのがで実際読んでみるとアニメ版と全く設定も違うし、で明らかにこれ間違ってるよねという高垣瞳がアニメを認識しないで書いてる部分もあったりするんだけれども、それでもやっぱりヤマトのスタッフは高垣瞳に書かせたかったっていう、その力って何だったんだろうなっていうのが一つありました。でそれで調べていくと、例えば梶原一騎が「巨人の星」を始める時に僕は佐藤幸六の小説を絵物語にしているんだっていう発言をしたんですね。つまり佐藤幸六っていう小説家がこの中で第2章で触れていますけれども、大正期から昭和の初めにかけてものすごく売れた少年小説作家で、今回取り上げたのは野球を題材にした小説ですよね。野球なんだけれども野球選手、少年たちの野球をやってる子たちの中にそれぞれあだ名がついていて、でバット内に何か釘バットで「お前それで野球やるのか?」みたいなもので野球やっちゃうみたいな、そういった展開っていうのをそのまま漫画にしたのが梶原一騎だというふうにご本人が認めているわけですね。でそう考えた時に、じゃあその高垣瞳とか佐藤幸六を私たちは一体見てからこれまでアニメを漫画を考えたことがあるんだろうかっていうとないんですよね。二上洋一先生ですとか高橋康夫先生が、少年小説について1980年代90年代に本当にごくわずか触れられて、で少年小説体系というものすごくタイプの本も出されているんですけれども、そこが出ているにもかかわらずそこと漫画とあるいはアニメーションとの接続が全くなかったので、じゃあ一回そこに戻って考えてみたら漫画アニメあるいはライトノベルっていうのがどういうふうに見えるんだろう、そこが出発点だと思います。そうですね、この本の感想なんかをツイッターなんかで見ていると第3章が面白いと、第3章のキャラクター論が非常に論争的に面白いっていう意見がいくつもあったんですけれども、でここは訳した方がいいとかね、そういう声もあったと思うんですが、この第2章が実は私は面白くてですね、文学研究者視点だと第2章が面白いのかなっていう感じがしたんですけれども、第2章が実はこの少女小説、少年小説の、まあ通史というか文学史を少女小説、少年小説という視点から俯瞰するっていう、ことになっていて、でそれでさらにその、今までの文学史というのは自然主義、小説中心になっていたのを少年小説、少女小説という視点から見てみるとこんなに面白いというのが出てきてですね、私森鴎外の研究をしているんですけれども、森鴎外に自伝というジャンルがあって「渋江仲裁」という、作品がありますけれども、その渋江仲裁の次男の保という人が非常に面白い人で、結構これにも出てくるんですけど、すごい面白い。渋江保もプッシュしてますからね。そうですね。で普通の文学史では渋江保のその書いたものっていうのはなんか出てくることは少ないんですけども、この本では使われてるというか、明治のヒーローですから。明治のヒーローですね。だからその少年小説、少女小説っていうのを俯瞰したときに、明治からこうざっと見渡したときに大橋さんは何が見えるっていうふうにお考えになる。はいはい。それこそ例えば自然主義から見てしまうと大塚英二がまさにそこにはまったんだと思うんですけれども、自然主義とライトノベルっていうのを並べてしまっているわけですよね。で自然主義ってじゃあ何なんだろうって考えた時に大塚英二だとかあるいは唐谷公人の枠組みっていうか考え方っていうのはまず坪地逍遙があると。で小説の首脳は人情なりってやつですよね。小説っていうのは人間の気持ち、心情、内面を書かなくてはいけないんだと。で世帯風俗これに次ぐっていう世帯風俗っていうのは主にあれが物語の部分を足しているわけなんですけど、まず人間の心情を書いてその次に物語を埋め込んでいくんだっていうのが発想で、じゃあ人間の内面を書くのは小説っていうのは近代以降の枠組みなんだから、漫画とかそれからキャラクター小説で人間の内面がどう書かれていたのかを考えていく。でそれで何が起きたかというと大塚英二の論をよくよく読んでみると結局物語をものすごく図式的に捉えようとしていて、で内面の方を重視するあまりに物語の方がものすごくおろそかになっていたというか、その小説の具体的な表現とか作り方についての議論っていうのが実は非常に手薄なんですよね。でこの少年小説、少女小説はそれとはむしろ全く逆の路線も行くもので。いかに物語を近代人が作ってきたか、内面で勝負するところとは別のところで明治から大正昭和にかけて人たちが勝負してきて、でその中でどうやって物語を組み替えたり面白おかしく作ろうとしたりしてきたかっていう歴史ですので、でその唐谷公人であれ大塚英二であれの枠組み作り方の考え方っていうのは基本的に1950年代第一次戦後派って呼ばれているいわゆる今の近代文学史と呼ばれているものを作ってきた人たちが持っている考えをそのまま踏襲していますから、そういう文学史で言われてきたものとは全く別の近代小説の様子というのが見えてくるんだろうと思うんですよね。というのが一番今回やりたかったところなんですけれども。ね、すごく少年小説の歴史、少年小説、少女小説の歴史を見て面白いのは、まずいろんな雑誌が出てきてですね。そうですね。それでその雑誌があるということはその読者とその作者の関係があるということですね。でそれはそのライトノベルというのは、その作者と読者のコミュニティがあってっていうことはよく言われるけれども、そういう場っていうのはその明治大正のその少年雑誌にもすでにあったんじゃないかということも言えるわけですよね。それとあとはですね、その SF とかですね、探偵小説のようなさまざまなジャンルを取り込んで子供というか少年少女向けの良いものを作っていこうというそこがすごく面白くてですね、これもまたライトノベルについて言われることで、探偵小説もライトノベル風に書ける、あるいは SF もライトノベル風に書けるって言って、ライトノベルというそのくくりの位相というのがそういうジャンル小説とは別の位相にあるということはよく言われると思うんですけれども、まあそういうさまざまなジャンル小説のまあコンベンションとか、まあそのアイディアとかを取り込むということが、まあいろんな形でなされたっていう、その歴史がこうちょっと垣間見えるというのがこの通史で面白いのかなと思うんですけど、やっぱりどうしても1960年代以降の漫画が全盛で、ちょっと書きましたけれども、やっぱり少年小説は一回やっぱりなくなったかもしれないジャンルなんですよね。少年マガジンと少年サンデーがこれ実は中の記述が間違ってまして同時発売なんですよね。奥付けで直してた時にやべえと思って直しちゃったんで間違ってるんですけど、少年サンデー少年マガジンが最初少年小説を持った雑誌として出てきて、でそれがどんどん少年小説の部分が圧縮されて漫画雑誌に変貌を遂げていくっていうプロセスがあるんですけど、そこで少年小説がやっぱり一回切れているっていうのがどうしてもあるんで、やっぱりそれ以前が見えにくくはなっていたんですよね。で少々小説の方もジュニア小説っていうのはおそらく今回少々小説がジュニア小説に変わった瞬間っていうのをはっきり書いたのって初めてだと思うんですけれども、女学生の友の中である日突然ジュニア小説みたいなのを応募してしまう。でそれが今まで少女小説とかって呼んでいたものがある日突然ジュニア小説になってしまう。で富島武雄は今読む人いないですよね、なかなか。でその辺りがやっぱり抜け落ちていたおかげで、やっぱり少女小説とジュニア小説でジュニア小説から出てくる少女漫画みたいなものが、ものすごく見えにくくなってしまっていて、で例えば大森さんとか大塚英二さんもその辺りはおそらく見てなかったんじゃないかなと。やっぱり大森さんものすごい読書家で、やっぱり1920年代30年代の本ってものすごく多分読まれてると思うんですよ。だけどやっぱり1920年代30年代の本はどうも文学臭い。で1970年代以降にどっと出てきたジュニア向け小説ですよねっていうのは今のライトノベルに近いっていうふうにすぐ思っていってしまったわけなんですけど、その間に漫画があって、でその狭間で実はこそこそとこの本に書かなかった少年小説って実際は書かれていて、だからこそ筒井康隆が「時をかける少女」を出す中3コースと高1コースで出すことができたんですよね。その細々として見えなかった部分をどうやってつなぐかっていうので、やっぱりちょっと苦心してるかなという部分はありますね。最初にちょっと申し上げた、はい、やっぱりライトノベルを語るときに、はい、現代にこう浮上してきたジャンルであるがゆえに、あるいはその漫画アニメを語る上でどうしてもその近いものを、なんていうかな、その現代の視点から見てしまうので、近いものがこうは分かると。でその現代の視点から見てしまうんだけれども、今回大橋さんがこうざっとこう長い視点を取ってこう記述してくれたおかげで、その継続しているその水脈みたいなものがつながってくるのが非常に面白いのかなと。そうですね。あとはやっぱりもう少し実際小説書くと分かるんですがって言ったらというか結局ライトノベルを書いてる人はライトノベルだけを読んで書くわけではないんですね。ライトノベルの読者ってどうしてもライトノベルいっぱい読んでいて同じように書こうと思うので、ライトノベルだけからなんていうか自分の題材を取ろうとしてしまいがちなんですけど、実際作家になって思うのはどれだけ他のジャンルを読むかの勝負だなっていうのはものすごく感じていて、でこの前小森健太郎先生なんかともちょっとお話ししたんですけれども、やっぱり全然違うジャンルから突然持ってきた方が面白いんですよね。例えば成田凌子さんがアメリカ B 級映画から題材を持っていてライトノベルを書いてしまうとか、それから宮森弘和さんが妖怪ネタですよね、あれ実はライトノベル研究会の石柳先生がちょっと絡んでいるという噂があるんですけれども、そういったところから持ってきて、ライトノベル書いてしまうとか、そういった何かライトノベルと違う文脈から取ってくるっていうのは一つ基本的に必要な技術で、じゃあライトノベルに限らず少年小説少女小説少女漫画を読んでいた人たちが実際作り手として読んでいたものって何なんだろうなっていうふうに見ていくっていうのは一つ面白いことだと思うんですよね。なかなかやっぱり作家が自分の元ネタって一番出さないですからで逆に面白いのはライトベース作家って意外と言っちゃうんですよね、ゴロッと。だからそういうので今のライトベース作家がどういうものを見てきたかって意外と追えたりするので、そのあたりはライトブリ研究の他のジャンルとの違いというか面白さではあるんですよね。なるほど。この辺は面白いですよね。そのやっぱり今のそのシーンから少し引いたところで、その例えばその今書いてる作家の人たちはその70年代80年代のそのなんていうかな豊かなその文字文化というか文学を読んで、その言葉からそのストーリーとかアイデアだけじゃなくてその言葉からその得てるものが多いわけですからね。その分厚いものをこうもう一度想像するというかっていうのはすごく大事なのかなと思うんですけれども、ちょっとここから話を第3章の「キャラクター論」という、これがまた非常に論争的なコントロバーシャルな部分だと思うんですけど、ちょっとこっちの方に話を進めていきたいと思うんですけれども、大橋さんのキャラクター論ってすごく目が開かれるような思いがしたんですけれども、やっぱり役割語っていうのが一つのキーワードになるかと思うんですが、そうですね、なんて言いますか、老人とか博士とかお嬢様とかが言葉遣いが違うで、河野先生ご紹介をくれましたけど、ものすごく英語できる方で、動物化するポストモダン東博樹さんの英訳版も作られた方です。教訳ですけど。教訳。なので、そこ絶対ツッコミ来るだろうなと思いながら今日来たんですけれども、やっぱり英語でそれこそライトノベル、今回僕は友達が少ないの書き分けは翻訳サイトの人は全くできなくて、で結局キャラクターの書き分けが消失してしまうみたいな話をちょっと書いたんですよね。夜空とセナの見分けがつかないという話を書いたんですけど、やっぱりこれはどうなんですか、英語のネイティブな方の感覚でいくと。すごく面白いなと思って、その役割語という、例えばその博士は「わしは何々じゃ」という話し方をすると、そういう喋り方をする博士はまだいないだろうと、だけれどもそういうなんて言うんでしょうね、様式ができてしまっているわけですよね。だからそんな「わしは何々じゃ」と言ってもなんとなく自然に受け入れてしまう。いや私中国人あるようで中国人だと思えてしまうみたいな。で今時何々あるよっていう中国人、中国語ネイティブの方はいないだろうと。この前ツイッターで何々あるよっていうのが実は明治時代からあったんだって金水先生の内容が流れてましたけど、でそういう言葉がそのキャラクターという時に実際にいる人物というだけではなくて、何かしらキャラが立つというか造形をされていると。でその様式化がされてるわけだけれども、今まではビジュアルな部分っていうのが結構そのキャラクター作りという意味で重要視されていたと。だけれども大橋さんのこの議論だとそのキャラクターというものの中にその役割語の部分というのが非常に大きな役割を果たしていて、だからそのビジュアルなキャラクターだけではなくてその言葉によって作られるそのキャラクターという部分があるということなんですよね。そうですね。で例えば英語でもモードの違いっていうのはあると思うんです。丁寧、相手との自分との位置関係で丁寧語的なものを使っていくとか、そういったものはあるんですけれども、やっぱり日本語ほど極端になんて言いますか、文化的背景を持って様式化された言葉によってキャラクターを表現していくのはちょっと難しいのかな。例えばアメコミの表現なんかもう少し研究必要かなと私自身も思っていて、アメコミのキャラクターがこの説明でいけるかなっていうのはちょっと不安ではあるんですけれども、やっぱり少なくとも日本のキャラクター文化っていったところで限定するのであれば、まずもう少し言葉によって作られる部分っていうのはピックアップされてもいいんじゃないかなと。でどうしてもビジュアルの部分に行くと東さんのデータベース理論っていうところがまず出てくると思うんですけれども、猫耳とかですよね、そういうその萌え要素が組み合わさって、はい、そのキャラクターを作られているというのが東さんのキャラクターの論なんですけども、で言葉の問題は例えばデジコデジキャラットの語尾がにょぐらいそうですねだけど、うん、そうではなくて例えば本当に一人称代名詞僕を使うか私を使うか俺を使うかでも全く別のキャラクターになっちゃいますし、で逆にその書き分けがないとライトノベルつまんないじゃないって思うんですよ。例えばライトノベルの英訳本ってものすごく海外で苦戦しているんですよ。マスコミレベルだとライトノベルも海外で売れてるぜみたいな情報になってしまうんですけれども、実際にライトノベルが海外で売られているものを調べていくと読者はやっぱりものすごく漫画以上に狭くなってやっぱりなかなか例えば涼宮ハルヒの憂鬱の英訳本もほとんど売れていない状態になっています。ですからそういった広がりにくさっていうのはやっぱりそのキャラクター的な魅力っていうのが英語では作り出せていないんじゃないのかなっていうのは少し思うところなんですけど、その意味でライトノベル河野先生にむしろ世界文学っていうところでお聞きしたいんですけど、ライトノベルがどこまで世界に広がりうるのかですよね。そうですね。キャラクター論っていうのは例えば、私まあ大学と大学院はアメリカの大学に行ってアメリカで日本文学を研究していて、で今日本の大学で教えてるんですけれども、まあ、大学院ちょうど大学院で勉強してる間にちょうどそのアメリカの大学の中でポピュラーカルチャーのシフトっていうか、文学研究の人がどんどんそのポピュラーカルチャー研究に参入するっていうことがあって、で例えばその森鴎外の本を書いても、まあ、一章は例えば映画の話を入れた方がいいとかね、そういうアドバイスを受けたりするわけです。だからその文学研究をしている人がどんどんその映画研究とか、アニメ研究とかポピュラーカルチャー研究に入っていったという、そういうのが起こっていった時代だったんですね。でそのキャラクターというのは一つその日本のポピュラーカルチャーを海外の視点から研究する上で注目を浴びている部分だと思うんですけれども、で今回の大橋さんの議論で面白いのはキャラクターの一番の核心の部分っていうのが言葉で作られてるということですよね。で例えばこの本なるほどなと思ったのは鉄腕アトムの話し方が確かにこれ言われてみると少年小説のヒーローみたいな話し方をするよね。もし僕が人間のように涙を流すことができたら、きっと今僕の目は涙でいっぱいで見えないでしょう。こういう改まった少年小説のヒーローのような喋り方をするわけですね。それがそのアトムのキャラの重要な部分を成していると。でそこで思ったんですけどキャラクターっていうのは例えばハローキティでも何でもいいんですけれども、国境を越えていろんな形で受け入れられるっていうのが一つのキャラクターの特徴なのかなっていうのが一つあると思うんですね。でその大橋さんの議論でいうと翻訳ってことを考えると、その役割語で作られるキャラクターの属性っていうのは翻訳で失われる部分ですよね。だけれども越境してなおかついろんな形で受け入れられるキャラクターっていうのは、言葉が通じなくても、あるいはビジュアルでパッと見ても伝わるから、例えばハローキティとかでも、ハローキティって口がバツだし喋るのかなとか思うんですけど、その画像はいろんなこと伝わってますよね。だから例えばハローキティでも何でもいいんですけれども、翻訳で失われる部分と翻訳で豊かになる部分、デイビッド・ダムロッシュという人が世界文学論っていう、世界文学とは何かという本を書いてて、で世界文学とは翻訳で豊かになる文学であるということを言ってて、要するにその翻訳したらオリジナルの言葉のニュアンスとか失われちゃうんだけれども、それ以上にこう得るものがあるから世界文学として価値があるんだと言われるわけですね。で今までキャラクターっていうとどちらかというとそういう世界文学的なものじゃないかなと思っていたんですけれども、大橋さんのこのキャラクター論はその世界文学論ではない方のキャラクター、その言語で作られたそれも日本語のそのニュアンスというか、翻訳しにくいような言葉のニュアンスに根ざしたのがキャラクターのエッセンスにあるっていう議論ですよね。それがすごく面白いなと思います。で例えばこれを今後翻訳したりとかいうのはできるんですかね。それがそのダブロ氏の世界文学論に、誤解されてる面もあって、翻訳で全て伝わるっていうか、翻訳にすごく前向きな面があって、ちょっと誤解されてる面もあると思うんですけれども、例えばこういうことも言ってて、源氏物語の翻訳の話がダムロ氏の本に出てくるんですけれども、例えばアーサー・ウェリーの翻訳はオリジナルと忠実でない部分もある、だけれども、当時の英語圏で幅広く読まれて、もう読者がこうぐっとこう入っていくような役になってたので、まあ良かったと。で一方でサイデンスティッカーの翻訳は、まあ、ちょっとゴツゴツしてて、日本語のその文の構造なんかもこう映すような形で原文に忠実になってる。でその最近というかこの10年ぐらい前でロイヤル・タイラーという人の翻訳があるんですけれども、これはある程度読みやすさも保証しつつ、なおかつ古典の日本の古典語の文の構造を映すというアクロバチックなことをやってて、何が言いたいかというと、その翻訳っていうのは進化するということですね。でその翻訳で失われるものというのも、長年日本古典文学が英語に翻訳されるという蓄積を積んでいく中で、訳し方のコツみたいなのがこう共有されてきて、で翻訳ってだんだんその失われる部分っていうのがこう少なくなっていくわけですよね。で思ったんですけれども、ライトノベルがその役割語を非常に深くライトノベル のキャラクターの核心にはあるとで規定していると。でその言葉の使い分けとかあるわけですね。でそれが今のファンの翻訳とかでは十分に訳されてない、だけれどもこれから例えば10年20年していろんな翻訳者がですね出てきて、ラノベのそういう言葉のニュアンスをですね、例えば博士のしゃべり方のニュアンスをうまく訳す翻訳者が出てきて、でそれがこう共有されるとかね、何々じゃいけますか、何々じゃを英語に訳す私はそうわしはなんとかじゃ全部愛ですよねみたいな、だけどそれをうまくこう訳す、訳すだけじゃなくて、それがその言語の様式として共有される、翻訳の様式として共有されるっていうことが起こってきて、だんだんニュアンスが伝わるようになるんじゃないか。でそこで思ったんですけど、例えばですね、この大橋さんの本が今ラノベの翻訳をやっているアメリカ人とかに読まれて、でそのラノベには実はこういう言葉の使い方の違いがあるんだよということを翻訳者たちがこう気がついてですね、でそれさらにそれが少年小説とか少女小説から来てるということを彼らが頭にインプットしたんですね。それをこうラノベを日本語で読んだ時に、あ、こういう言葉の違いがあるんだっていうふうに気づくようになる。でそれがまた翻訳文に反映していくっていうことがあるのかな。だからそうすると例えばこういうラノベのテキストだけじゃなくてですね、こういう評論批評を訳していくことによって、そういう言葉のニュアンスに気づくというかな。でそれがさらにより良い翻訳につながっていくっていうサイクルになっていくと思うので、これはだから海外のライトノベル研究者とかあるいは日本文化の研究者にも読んでもらいたいなと思って誰か英訳したいかなと思って英訳ね誰かしないかなと思いながらそれは東博樹さんの英訳したよねと思ってるんですけどそれはですねでも大体ラノベを読むような人はこれ日本語で読めるのでそうです日本語で読んでもらってですねでもそうするとなんかこうやっぱりだからこの本のこの本を読むことによってその今のラノベの若い読者とかですね、はい、あるいは海外のそのラノベを翻訳しようとしている大学生ぐらいの、はい、読者とかですねがそのラノベにこうつながっていくその少年少女文化の、はい、この豊かな流れのこうどう流れてるかっていう見取り図がこうパッとインプットされたりとか、はい、その言葉の使い方がこのニュアンスですね、はい、それがこう気づくようなそのアンテナがこう耕されるとかですねそういう面はあるのかなだからそれはすごく素晴らしい仕事だなと思ってぜひそういういろんな人に読んでもらいたいなと。言語学的な処理は向こうの方がやっぱり断然早いので、うん、日本語学の研究よりはそのあたりは割と早く進むんじゃないかなと思うんですけど、ラノベの翻訳って、はい、とにかくそのあれですよねライトノベルって巻の数がすごく多いので、はい、大変みたいですねそのボランティアの人たちが大量に。ね、訳して実際サイト以外で翻訳されている本の形で出ているのを見ていても、うん、やっぱりこれアルバイトだよなみたいな、うん、そのくらいの英語だったりするので、うん、ちょっとやっぱり苦労してるんだろうなっていうか、うん、そもそも訳せる人が、うんうん、まあだから日本文学の翻訳ってどんどん訳した方がいいってよく言われるんですけれども、はい、まだまだ実は黎明期で関わってる人も少ないしできる人も少ないし。でも、もっともっといろんな人が関わると、はい、その辺が豊かになってくるのかなっていう、ね、例えばマイケル・メリックさんが今度早稲田文学で、うん、新人賞の審査をされますけど、彼なんかはなんて言いますか翻訳家に見せかけて偽紫田舎源氏の研究者ですからね、うん、そうですそうですね、まさか江戸文学やってて何やってるのきりというふうに会った時に思ったんですけども、うん、やっぱりそういうなんていうかバックボーンをある程度理解されている方で翻訳できる人っていうのが出てくるともう少しニュアンスっていうのは訳せるようになるのかなっていう気がするんですけど、ただ河野先生がおっしゃっていた日本で読まれている文脈と海外で日本の作品が読まれている時の文脈が違うっていうような話が結構この本の中心だったと思うんですけれども、そことの絡みで例えば漫画ですよねがもうかなり海外でも読まれているんですが、あとはライトノベルなんかよりはるかに広がりが大きいと思うんですけど、うん、漫画の読者なんかは海外の読者ですね、うん、やっぱり日本の読者とは雰囲気がだいぶ違いますよね。うん、そうですね。コスプレなんかでビジュアル的なものはコピーできるんだけれども、うん、そのキャラクターそのもの、考え方みたいなものはそこはでも今漫画研究でも、はい、特に海外の漫画研究とかではその辺がホットなところで、はい、何をもって漫画的かと、ジャクリン・ベルントさんが漫画エスクっていう、ね、何が漫画的なものかっていうところで、例えば漫画の表現の中では同じキャラなのに8頭身のキャラが2等身になっていると、だけれども読者はこれが同じキャラ同一なキャラであるという認識を共有している、はいはい、でそれって不思議なことですよ考えてたらね。でそうですね、それはやっぱり漫画の様式がこう誓ってきたものなので、はい、でそれはやっぱり漫画を読む人はそういうのを共有しているわけですよね。はい、だからビジュアルな様式の共有みたいなのは、はい、っていう意味ではラノベとかとちょっと違うのかなっていうのがあって、でちょっと今日このライトノベルの翻訳っていう意味で「All You Need Is Kill」の英訳の本を持ってきたんですけれども、最近トム・クルーズの主演のハリウッド映画になった本ですよね。でこの本を見ていただくと面白いのは、まあ、これ表紙がこういうイラストがついてるんですけれども、本の中に入っているイラストっていうのは全部省略されてしまったんですよね。でもちろんこれは翻訳なので主人公とかはキリアとかですね、キリア刑事とかですね、これはもちろん原作のままになってますし、舞台も日本なんですけれども、ハリウッドの映画版を見た方はご存知の通り戦場が全部ヨーロッパになっていると。で主人公がウィリアム刑事ですよね。トム・クルーズのキャラクターになっていて、でトム・クルーズまさにトム・クルーズ的な口先だけで窮地を逃れようと、ただのハリウッド映画、そういう造形になっていると。でだから舞台とかオリジナルのラノベにあった日本的な背景っていうのは全て消去されて、SF 的なハリウッド映画的な舞台背景とか演出になっている。だけども一つ伝わったことがあって、エッジ・オブ・トゥモローっていう英語版になってますけど、その映画のレビューとかを読んでみると、この映画ってビデオゲームみたいだよねっていう、ワイヤードとかね、表とかではその評価が出てると。でこの映画とライトノベルご存知の方は分かると思うんですけれども、このストーリーがいわゆるループもので、その主人公が戦場で死ぬと、で死ぬとある時点にこう戻るわけですよね。で同じところを追体験して、で何度も何度も繰り返してるうちに次の難局をどう乗り越えるかというのが分かって、そして試行錯誤でやっていくんだけれども、乗り越えてもう少し遠くに行ってまたそこで失敗すると元に戻るんだけれども、それを繰り返してるわけですね。でこれって何の体験かというとゲームとかですね、スーパーマリオとかやってて、1の1のここで死んじゃった、だけれどもうまく何度も何度もやってるうちにここの乗り越え方が分かったのでもう少し先に行くとかね、要するにビデオゲームの映画化という意味ではなくて、ゲームの体験を映画にしたような映画だということで、それはその部分っていうのは実は桜坂さんはその後書きのところで書いていて、これは映画のゲームの体験を小説化したものであると。でその部分っていうのは伝わるわけですよね。だからまさに東博樹さんが言っていたゲーム的リアリズムの部分ですよね。そうなんですよね。あそこはおそらくやっぱり伝わる部分なんですよね。だから多分大橋さんが言われたような言葉によって作られる部分っていうのは、海外の読者の翻訳で読んだ時に、そこをキャッチしないかもしれないけれども、それでなんか伝わる部分があるっていうのがあって、で例えばライトノベルが世界の読者からどう見えてるかっていうのを、日本で関心を持ってる人多いと思うんですけども。なかなか知らないというか、実態どうなのって思ってる方多いと思うんですよね。でそこを考える上で、翻訳で失われるものと翻訳によって豊かになるものっていうのはすごく役に立つ考え方なのかなと思っていて、でその視点から大橋さんのキャラクター論を見るとまた今までのキャラクター論になかったようなキャラクター論が展開しているのかなと、そこがすごく面白いなと思って、ぜひ海外の読者にも読んでもらいたいなと思うわけですね。ひとまずそんなところで、そんな感じですかね。じゃあ会場の方から何か、そうですね、せっかく石投げたいとかそういう方もいらっしゃると思うのでいかがでしょうか。もう少し喋りますけど。そうですね。大橋さんでもこの本でもですね、はい、ハイカルチャーとサブカルチャーってことがあって、その関係っていうのは結構悩ましい、研究者にとっても悩ましいところで、やっぱり例えばポップカルチャーとか研究していると、まあ研究っていうのがそもそもハイカルチャーを立ちがちで、例えばミュシャの絵の例とか出てくるんですよね。ミュシャの絵は昔は広告とかですね、イラストレーションだったりするんだけれども、それがハイカルチャーになった例ですよね。で研究でポップカルチャーの研究なんかをしてますと、このままどれだけポップカルチャーに行ってしまうんだろうとか帰ってこれるのだろうかとか、帰ってくるって発想したらもうダメですよね。あ、そうですか。もうハイカルチャーの側に戻るということ前提になってるんで、ああそうですね。帰らないラノベの世界の中で生きて、ちゃんとテーブルの向こう側にテレビを置いてご飯を一緒に食べるぐらいしなきゃダメです。ああテレビを置くんですか。嫁と一緒にそのぐらいまでいかない。あ、それがダメだって言ってるのはこの本なんですけどね。そこと距離を取ろうという。ああそうですね。だから大橋さんのこの本すごく面白いなと思うのは、やっぱりこう引いて、歴史的な視点を持って、でなおかつ最近の文学研究の、やっぱり知見というか、最近の少女小説はこういうふうに、少女小説研究はこういうものだよねっていうのを、そういうなんていうかな、そういうものも得られる本なんだけれども、やっぱり研究者としての視点というか、あるいは感じるわけですけれども、一方でそういうなんていうかな、ポップカルチャーの世界に入り込まないと、やっぱり役割語っていうのも、発想というか、やっぱりライトノベルの書き手としてのキャラによってやっぱり書き分けるというか、そういう視点もあるのかなと。書き分けないとやっぱりちょっと辛いと言いますか、一般の小説とライトノベルの結構大きな違いが場における人数なんですよね。一つの場面にどれだけの人数をキャラクターを置いて会話をさせるかみたいな違いが結構あって、一般小説ってやっぱりどうしても言葉の書き分けが少ないので、3人置いても基本的に2人で会話をさせて、で1人はなんか黙ってて時々合いの手を入れるぐらいで抑えてしまいがちなんですよ。あんまり悪くすると怒られるんですけど、でライトノベルって実はキャラクターの書き分けがあるので、一つの場面にわっと置いてわっと会話させられるんですね。だから字の語っていちいちここは誰々が言ったっていうのは説明がなくても、そのキャラクターの言葉の書き分けだけで意外といろんな人物を出せてしまうみたいな、その感覚っていうのはありますよね。かなり強くライトノベルって、会話が多いって言いますよね。そうですね。でやっぱり読んでてその役割語というか、その言葉遣いがちょっとずつ違うので、なんていうかな、その言葉遣いの違いでなんて認識してるのかなっていうのがありますよね。だからやっぱりなんていうか、謎解きやディナーの後であたりはすごくうまくやったなっていう、そのライトノベルの特性ですよね。キャラクターとして登場人物を把握できてしまう部分と、一般小説として字の文をしっかり書き込んで、でミステリーとしての構造を練っていくみたいな、そういったところの融合っていうのはすごく面白いなというふうに読んでいます。やっぱり書き手としてのなんていうかな、言葉の感覚っていうのは、キャラクターって分析するだけじゃなくて、作っていくのって本当にね、難しいですよね。その言葉の。でも私結構勝手に動くたちなので、設定をわーって最初企画書で作った後、とりあえず投げておくと勝手にキャラクター喋り出すので、あんまり自分で投与しないんですよね。で投与しないで喋らせていくと勝手にキャラクター満載始めちゃうんで、編集者によく怒られるんですけれども、まあやりすぎっていう。なのでその感覚がちょっとやっぱりなんていうか書き手独特というかなかなか研究者の方に言っても分かっていただけないんですけど、キャラクターがしゃべるという、こういうことは やりながら研究やってるって結構割と分裂してるなと自分では思ってますけどね。そのやっぱりその両方がないとこの本は出ないのかなっていう感じはするんですけれども、今度はもうちょっと固めというか2月に新しい小説書きますけど、そちらはまだ出版しなきゃいけないかな。今月末ぐらいに多分ホームページ等々でプロモートが始まると思うんですが、それはなんていうかいわゆるライトノベルではなくてキャラクター小説なんだけれども一般向けっていうメディアマックス文庫さんとか新潮文庫ネックスさんがやっているような方向性をもう少し SF だとかあるいはホラー小説に寄せたレーベルを新しくとある出版社が作るんですけれども、キャラクター小説でありながら一般向けでも読めるっていうその流れのものをちょっと今ちょっとシリーズ化もそろそろいけそうかなという感じで決まりつつあるんで、今までの小説よりはもう少し書店さんにも還元できるかなと思っていますけれども、今ちょっとそういったところでこそこそと動いてます。そうですね。だからちょっと今そのあたりで一般文芸とライトノベルの境界線の消失という話も少し書いたんですけれども、やっぱり研究やっていてもその辺のフラット感というか、大学院生あたりが割と簡単にポップカルチャーの方に来てしまう感じって出てきてますよね。そうですね。国文学科に入ってくる女の子が漏れなく BL 大好きだったりとか、そういったリテラシーの違いというか、文学的な素養、小説を読むための素養がそもそも BL だったりライトノベルだったり、だからその視点で例えば自然主義文学を読む読者が出てきたら逆に面白いかなっていうふうにちょっと思ってるんですよね。だから大塚英治さんによれば「フットンはキャラクター小説だよ」っていうことだったんですけれども、実際いわゆる自然主義文学の中でも明治30年代なんかだとものすごいキャラ立ちしている小説ってあるわけですよね。小杉天外の「真風恋風」とかですね、萩原初のあたりなんかキャラ立ってますから、あるいは金色愛者にしてもそういった視点でちょっと近代文学に限らず古典文学を読み替えていくのもちょっとこの後面白いかなというふうに思っているんですけれども、そうですね。そういう意味ではその文学研究の、中身もどんどん変わっていくのかなっていう、ちょっと今狭いんですよね。やっぱりそうですね。どうしてもものすごい短いスパンのものを、それこそ1年とか2年のものをものすごく細かく調べていって、でその中で論を組み立てていってっていうのも日本文学の世界が今やってるんですけれども、やっぱりそれだと何て言いますか、木は見えるんだけど森は見えないよねっていう感じはすごくあって、やっぱりその辺りの足りなさっていうか森が見えない感じっていうのが文学研究に限らず、例えば文芸批評、ライトノベル評論もやっぱりなかなか今新しいのが出てこなかったりとか、あるいは文芸批評がものすごく下目になっていて、このままいくと L 型大学に駆逐されていくんではないかってそうですね。もう国立大学から文系なくなっちゃうよみたいなところの中で、やっぱり文学研究ってこんな楽しいんだぜっていうところをちょっと出せればいいかなっていう思いがあって。文学研究者ってすごい私やっぱり地味な書き手なんですよね。山田美妙の研究なんてやっぱり論文書いても読者5人ぐらいですからそういった5人ぐらいの研究やってる人間が自分の仕事積み重ねていくと突然こんなものが出てきたりするんだよみたいな、そういうところの面白さっていうのはもう少し出していってもいいのかなっていうか、研究の世界だけではなくてそれ以外の世界に今私たち人文科学なり文学研究がやってることっていうのは見せていってもいいのかなと思ったりはしてるんですよね。そうですね。その文学研究の狭さというか、その閉塞感というか、そういう感覚っていうのはやはり共有されていて、でそれをどういうふうに開いていくかっていうのは皆さんやっぱり思ってると思うんですね。でその大橋さんの仕事を見てるとそれを突破しすぎで突破する力が感じるというか、でやっぱり私もまあまあ、その海外で日本文学研究するっていうのを大学院時代ずっとやってて、それなりに面白さを感じながらやってきて、でやっぱり日本語の中で日本文学を読むっていうのはまあ随分やられてきたけれども、はい、英語で日本文学を読む時にどういう面白い見方が出てくるかとか、どういう新しい視点が見えてくるかっていうのはまだまだ実は開拓途上というか、やるべきことがたくさんあるってことで、それこそまあ一つの例で言うと、そのライトノベルに使われるような役割語を使い分けるような英語の表現っていうのすらも決まったものはまだないぐらい、翻訳っていうこと自体も今は私も日本文化の翻訳がいつから始まったか、始まったその20世紀前半の翻訳とかずっと読んでるんですけど、まあ、日本文学英語で読み出したのってこの100年ぐらいのことなんですね。で表現自体も例えばサイデンスティッカーが谷崎訳した時に谷崎っぽいこうそうですよね、ちっとした文体で英語で書いてて、それは結構英語で「ささみゆき」とか読むとこのねちっこい文体で伝わるんですけども、そういう蓄積っていうのはこれからもっとあってもいいのか、英語読んだだけで「あこれ漱石っぽいね」とかね、そういう分かるようなそういうこと一つをとっても、英語で日本文学を読むっていうこと自体もまだまだ実はやることがたくさんあって、その日本文学を全然そういう違うコンテクストで読んだ時にどういう読み方できるかとか、何が伝わる何が伝わらないのかとか、それはまだまだやることがたくさんあるので、それはそういう意味では一つの突き抜け方というかかなっていうのは。漫画もやっぱり多分同じことが言えるんだと思うんですよね。漫画の吹き出しをやっぱり翻訳してる方ってやっぱりかなり洗練されてはきてるんだけれども、やっぱりどうしても日本語のキャラクターっていうのはなかなか難しい。であるいは例えば中国で角川さんが軽小説という形でどんどんライトノベルを翻訳ではなくて向こうの現地でのライトノベルですねっていうのを出してはいるんだけれども、じゃあキャラクターの設定とかそれからキャラクターのイラストとかがやっぱり日本みたいなものになっているんだけれども、やっぱりどうしても中国語で書いたものライトノベルと軽小説と日本のライトノベルがずれてくるわけですよね。でその軽小説を読んでいる読者が日本のライトノベルを例えば読んだ時にやっぱりどうしてもずれが出てくるので、そういったずれっていうのをやっぱり残す部分っていうのはある程度仕方がないと思うんですよ。だけどそのズレっていうのを埋めた時にじゃあ日本がどう見られるのかなっていうのは少し面白いかな、今までと違う見られ方、例えばジャパニメーションが海外で受け入れられています、海外で非常によく見られています、だけど今までの見られ方とこれから先ジャパニメーションが海外で見られる時の見られ方に変化があった時にやっぱりその日本っていうものに対する見え方っていうのが海外で少しずつ変わっていくことっていうのはあると思うんですよね。やっぱりその意味で実はまだ例えばアメリカであれば日本人七三分けにしていて眼鏡をかけていて首からカメラを下げていて小太りの中国人がなぜか日本人をやってるって意外と動いてなくて、で忍者スレイヤーなんかが出てくるとやっぱり日本忍者だぜみたいなそういう悲しい話になってしまうので。まあ分かりやすいところはそれはすごく忍者とか分かりやすいんですけど、結構なんていうかなそのオタク文化の受け入れられ方とか新しい流れもあって、はい、新しい流れも少しずつ見えてくるようになってきて、はい、まあそれをこう少しずつその知見を深めながらどういう見え方してるのかなっていうのをこう掴んでいくのはまだまだ仕事としてあるのかなっていう感じはしてて、この前インターネットで目に入った記事でなんか北京にメイドカフェができたっていうのがあって、その紹介記事が出たんだけども、で入るとご主人様お帰りなさいませって日本語で言うっていうだけどそれをいや中国語でご主人様お帰りなさいませって言って、なおかつその役割語的なメイドの喋りの様式が中国語で表現されるということになったら、なんていうかなだいぶその日本の文化の需要っていうか、それを広める、とりあえず広めることの是非は置いておいて広めることの是非は置いておいて、中国人がメイド萌えをすることはまあいいよみたいな、まあ、それは置いておいて、日本語で言うんじゃなくて、その中国語でそれを、はい、その普通の話し方と、はい、こう分けるようなその部分っていうかな、はい、うん、それはだからまあ、それをだからあれですよね、そういうのできるのってやっぱり現地でいうと地域研究というか、そうですね、海外で例えば中国でもアメリカでも日本のことを詳しい人は日本研究というところで学ぶわけですけれども、で日本語学んだりとか文化学んだりとか、要するにそのエクスパートになるわけですね。はい、でそういう人たちが例えば中国とかで日本文化を伝えるときに英語でどういうかとか、そういう時に何が伝わるかっていうことを知ってるエキスパートなんだけれども、まあ日本の人にもそういう存在がいるっていうのを知ってほしいなと思って本を書いたんですけど、だからラノベを翻訳したりとか、その言葉のニュアンスっていうのはこうなんだっていうのを正確にこの文化を理解して言葉も深めっていうのはそういう人たちで。そういうなんかそういう人たちが世界に点々といるようになるのはこれからの日本文学研究とか日本研究なのかなと。L 型大学が増えて放り出された日本研究者はそこに行くかもしれないと。そうですよね。だから海外の話ですよ。そうですね。G 型大学、L 型大学、L 型の方がグローバルじゃねえかみたいな。だからねあれもでもね国立大学から、ね、その文系なくなるっていう、どうなのかなと思ったけど、実際私今工業高等専門学校というところにいるので、うん、感覚ってすごく分かるんですよね、うん、国語教員は一般科目をやっていなさい、うん、で国語の授業をやりなさいで、専門科目は理系ですっていう、まさにL 型と呼ばれているような、うん、形の専攻型に今いるので。あの話ってなるほどねっていうふうに結構腑に落ちるんで、文科省言ってくるだろうなとは思っているんですけれども、うん、でもあのスライドを書いたコンサルの人は、はい、なんかシェイクスピアをそうですね、学ぶのではなくて、はい、観光客が来た時に英語で、はい、地元の紹介ができるような実用的な英語を学ばせるみたいな、はい、その前に観光客来るんかっていうのが一番のポイントですよね。うん、でもだからでも観光客に英語で説明するのってすごく難しいですよね。だからその文化的なものも必要だし、ね、うん、だからそれもなんていうかな、まあ、そういうなんでしょうね、単に実用的な、うん、言葉を知るということじゃなくて、そこに至る文化的なこう豊かな土壌みたいなものが頭に入ってないと言えないわけですもんね。うん、というところでこの本に戻ると、はい、やっぱりそのライトノベルの現代のすごくね、ライトノベルのファンの方も、ライトノベルの今の状況にこうを知りたいという人も、やっぱりその背後にあるその豊かなその少年文化少女文化の豊かさがこうに触れることができるっていうのはこの本のいいところなのかなというところで、この本に戻ってきて、ぜひ皆さんにもしていただきたいなと思っております。すみません、ありがとうございます。どうぞよろしくお願いいたします。では、どうでしょうか。はい、じゃあ質疑もしありましたら、はいはい。貴重なお話をありがとうございます。今回特にライトノベルがライトノベルとして、キャラクター性といったものを獲得しているときに、役割語っていう英語的なお話があったと思います。でもう一つはこの本の中で特に一章だったと思うんですけれども、はい、ライトノベルと少女小説といったものの差異というのをジャンルというところからご説明いただいていたと思います。はい、でそういった時に要はその一般文芸なんかでもあるような、はい、その字の文の書き分け方だったりとか、はい、そのキャラクター性の比重だったりとかっていった部分で書き分けがされている、うん、でなおかつ、本全部見ていくと要はその背景の文化であったりとか、はい、歴史性といったものが違うのでそれを統一ジャンルとして、ライトノベルとくくってしまうことには問題があるというような、問題的だったと思います。はい、でそういった歴史的な部分っていうのが2章を特に見ていけば非常にはっきり分かるんですけれども、はい、一方でその現代的な見方をした時に、やっぱその字の文の書き分け方っていうのはなんとなくニュアンスとしては分かるんですけれども、どの程度その書き手としてやっぱり意識をして、はい、方法的なその会話の部分と一方で字の文の書き分けのなんかそのグラデーションみたいなところをどうやってその意識されているのかと。そういったところで書き手としてどういったところがその特に注目すべきところなのかっていうのもちょっと具体的にご説明いただければなと思います。はい、ですね、この話は作家さんに話すとものすごく通じる話で、イラスト付きなんだけれどもライトノベルではないものを書いてください、一般文芸寄りのものを書いてくださいっていうと作家さんものすごく簡単に通じます。ですからライトノベルとライトノベルっぽいけれども一般文芸的なものというのは作家の基本技術として書き分けられるっていう感覚で今います。でどういうオーダーをするかというと字の文を書くときに日本語の文法を絶対に崩さないでください。日本語の学校で習うような文法通りに書いて、でそれからライトノベルでは行わないような、例えば背景を書きながらその背景と作中人物の心情を重ね合わせていってそれを広げていくような書き方ですねっていうのをやっていくとそれだけでものすごく一般文芸になります。これびっくりするんですけれども何かの作家さんに試したんですが最初やっぱり言ってるのかな今度2月に出すっていうふうに先ほど小説の話しましたけど実はそこでちょっと編集に絡んでまして。ライトノベル作家さんとそれから今まで一般文芸で書かれてきた作家さんの両方にオファーを出して両方の方に書いていただいてるんですね。でライトノベルを書かれてきた作家さんってやっぱりまずライトノベル来るんですよ。だから字の文がものすごく口語的で崩した形で結構文法的だったり文法の部分だったり接続語の部分だったりが割と飛躍した形でポン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 読めるようなものを書いてくださる方が多いです。でそれでこういう形ではなくってその接続の部分文章と文章のつなぎの部分とかそれから心情表現の広げ方の部分を例えば京極夏彦先生のこういうところをちょっと意識してねみたいな形で具体的な作家さんですね有川博さんのこういうところを意識してねっていうふうに出していくとものすごく答えてくださってガラッと原稿変わります。で私もそれは常にやっていることなのでだから例えば文庫版ラノベで「ラノベ書いてね」って言われた時の書き方と特に会話文と字の文の関係ですねとあと四六版もうちょっと大きいこのサイズで小説を書く時の書き方っていうのは字の文のレベルでものすごく意識して書き分けています。はいということでお答えになってますでしょうか。はい、ありがとうございます。すみません、ちょっとそれに関連してもう一回だけよろしいですか。はい、そうなると、やっぱりこれ先ほどからお話の中である翻訳の話になってくると思うんですけど、河野先生に聞きたいところなんですけど、日本のその役割というものをいかにその海外に翻訳するかというのが一つ課題と上がってたと思うんですが、一方でそのジャンルといったときにそのライトノベルと少女小説っていったものを分けるその字の文みたいなところで、今文法を崩すか崩さないかって話があったんですが、そういったところも一つその翻訳っていったときには何かポイントになってくるんじゃないかと思うんですけど、そういったところで何かお考えとかありましたらお聞かせていただきたいんですけれども。翻訳っていうの翻訳のそのスタイル様式っていうのがどういうふうにできてくるかというのを考えていて、読者の役割って結構大きいと思うんですよ。というのはですね、例えばこの「All You Need Is Kill」の今回こういうこれちょっと見てて Amazon のレビューをざっと見てみたんですね。そしたら結構言葉遣いが汚いとかですね、あとキャラクターの描写が突然入って要するに語りがこうなんていうかちょっと止まっちゃう止まると、それが要するに翻訳をした時にライトノベルのそのキャラクターの語りとかそういうのが読者の前に共有されてないと、そういうもんだよねっていう共有されてないとなんか変なものとして認識もされないと。だけれどもそれがこれライトノベルの語りってこういうものだよねっていう共通理解ができてくると、読んでる方もこれラノベ的だよね。でラノベの翻訳についてファンたちがいろいろ議論してるのをちょっと読んでみると、はい、ラノベ的っていうのもだんだんできてきているんですね。ラノベはこんな風に書いてあるという、ラノベ的なスタイルってできてきてる、はい、だけれどもそのラノベ的なものが何かっていうのはまだ模索段階とか掴めてはいないんですが、それがその議論されて何か違うんだけれどもっていうぐらいの、それで結構文体論とかが議論されていて、例えばこういうシーンがあるだろうとか言って議論されてる。そういう中でその共通理解ができ、ラノベ的な語りみたいな共通理解ができてくる中で英語の表現もそのだんだんその一つのスタイルとして認識されるってこともあるのかなと。桜坂宏さんの「All You Need Is Kill」の文体は割と固めですね。そうですね、そうですね、そうですね。やっぱりその部分で割と翻訳まだしやすいテキストなのかなっていうふうには思っていて、ね、あとやっぱり読者SF 寄りですよね。そうですね。アメリカの SF 文化の中で育った人がなんか日本から入ってきた SF 的なものを読んでいるのかなという印象だったんですけれども、まあこの版元がハイカソルという、ね、はい、SF をどんどん紹介している翻訳の版元で炎上父さんが、ね、はい、出しているところなので、そういう読者なのかな。だからラノベの読者がそれとちょっと違う、そうなのかなっていうのはあるかもしれないですね。はい、ありがとうございます。他にご質問のある方はいらっしゃいますか？では手短にちょっとご質問したいんですけれども、今回の話の中では役割語とかキャラ語の話が中心だったと思うんですけれども、先生の本の256ページ本文の最後の結びのところなんですけれども、第3章ではキャラクターの出現についての議論を中心にしてきたため、一般の小説、漫画、アニメーション作品が持つ物語としての様式性の問題についてあまり触れることができなかったとあるんですが、その物語の様式性について、つまりそういった言い方について、せっかく本文では少年小説や少女小説っていうふうに振り返るってアプローチだったんで、通史的に見てその物語の様式性みたいなものがどういうふうにこう受け止められるのかっていうことを、なんか今後の展望としてもしあるようでしたら、ちょっと大橋先生にお聞きしたいなと思いました。はい、ありがとうございます。なんて言いますか、この本の中でちょっと触れているのがヨーロッパからの翻訳ネタと、それから講談の光景ですね、新講談と呼ばれる、夏季講談と呼ばれるものがあるんですけど、それがちょうどぶつかるところでできてくるのが少年小説だよっていうふうに書いてると思うんですけど、初期の少年小説ってかなり時代劇寄りで一番最初にまずピンチの人が出てきて。でそれをヒーローが助けていくっていう本当に少年漫画の初期のスタイルで書かれていたりするんですよね。でそれがだんだん大正昭和と下っていくに従って別の文脈がいろいろ入ってくる。特にヨーロッパの文脈でなんて言いますか、それこそクトゥルフ神話ですよね。キオスクなんかでも本当に売られてちょこっとした外国のファンタジーとかホラーとかああいった本があるんですけれども、あれがどうもかなり日本に入ってきていたらしいですね。でそういったパルプ雑誌みたいなものの持っている物語の形式っていうのがどんどん明治の後半ぐらいから入ってきます。ですからその分なんて言いますか、物語の形としては時代劇的なものから本当に SF が持っている形式に入り込んでいくという経緯がありますので、そういったなんて言いますか、物語の変化みたいなものはかなりはっきりと出てくるんではないかなと思っています。ですが、はい、それに関して、つまりある意味時代的な区分で様式性みたいなものがかなりその固まっていたっていうことなんでしょうか。はいはい、ものすごく緩やかなんですけれども、やっぱり佐藤幸六ってさっき巨人の星と話しましたけど、ああいった形のものっていうのはある程度脈々と続きつつ、で結局「少年ジャンプ」の友情努力勝利みたいな形が残っていくんですよね。だからそういった様式の部分と、それからそれこそクトゥルシーバーが入ってきたりとか、それから海外の SF が入ってきたりとかで変わっていく部分ってどんどん積み重なっていくんで、様式性のバリエーションとしてはやっぱり、ね、昭和に入っていくとものすごく豊かな少年小説っていうのが出てきて、で手塚治虫のストーリー漫画っていうのは私は実はその様式の一つだと思っているんですけれども、少年小説の中で持っている形ですねが手塚治虫に入ってきたと思うと考えると日本のストーリー漫画史っていうのももう少し今までと違った形で見えてくると思います。はい、その流入してくるってことなんですけれども、はい、その入ってくるっていうのはどういったその媒体を通じて流入してくる国内にすごく今多分私たちがイメージしているよりも外国の本とか物語がなんていうか本当にすぐ入ってくるんですね。明治時代は昔よく3年遅れだなんていうふうに言われていたんですけれども、明治時代はもう大体1ヶ月ぐらいすると海外で出版されたものがもう日本に入ってきているというのは、具体的な紹介者がいたりするんですか。なんて言いますか、マルゼンという出版本屋さんがあってですね、あそこがもう適当に買い集めてくるんですね。もうあるもの全部買い集めてくるので、どん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 入ってくるのですよ。で森鴎外は海外から直接ドイツの雑誌を取り寄せていたんですよね。そうですね。それと同じ流れでイングランドの方から本当にキオスクで売られているようなどうしようもない小説が大量に入ってくるという経緯があります。でそこでやっぱり日本の小説の物語が江戸的な感染懲悪ものとか時代劇的なものから少しずつ変容していくプロセスがあって、でそこでやっと純文学とのまさに関わりみたいな。純文学を読んでしまった人がエンターテインメントを書くとこうなるよみたいなものも少しずつ入ってくるので、入ってくるもの、海外から入ってくるものもちろんありますし、日本の中で純文学の中で醸成されたものがエンターテインメントの中に入り込んでいくというのもあると思います。その丸善の人がそのどんどん中に入れてくるところだったんですけど、例えば丸善の人がその用いてくるところだったんですけれども、その研究者の視点として見て、その特にその出版社の人間が特に特定の人間がその選書してそういう影響が現れたみたいな見方っていうのはどういうことは可能なんでしょうか。それがですね難しくて、今私がそれを追う時には東京大学に何が入っていたかと、それから帝国図書館が何を買っていたかっていうのはほぼ分かるので、東京大学が明治20年代とか40年代に買ってた本のリストなんかは蔵書目録として残ってるんですね。で国立国会図書館の要書類は大体今もデータベース化されているので見られるんですけど、それ以外がやっぱりものすごく難関で。で私の師匠の国文学研究資料館谷川圭一先生が明治期に入ってきたそのタブロイド版の小説ですねをアメリカのアマゾンって落として「大橋君これ」とか言って渡してもらったことがあってめちゃくちゃびっくりしたんですけど、本当にくったらない小説がタブロイド版に書き下ろして入ってるんですよね。というようなものがどうも入ってきていたらしくて、でそれはもうおのはほとんど無理なんですが、そのタブロイド版みたいなものは必ず当時のヨーロッパにとって一番最後に書籍リストがついてるんですよね。今でもそうなんですけど本のリストが必ず一番最後にこのシリーズものについていて、それを追えばどんなものがあるかはある程度確認できる状態になっています。だからそこを追っていくともしかすると日本の少年小説とか漫画の起源がやっぱりこの辺にあったよねみたいなものは結構見えてくるかもしれないですが、地獄のような作業だと思います。はい、ありがとうございました。はい、今の話はその影響関係というかをどういうふうに文学研究として追っかけるかって話だったと思うんですけれども、その様式性ってなるとまたそれがその一つのパターンとして、それがそのある種定着してそれが認知されるっていうプロセスがあると思うんだけれども、でここすごく面白いなと思うんですけれどもこの本を読んでですね、ぜひ漫画研究とかですね、漫画秘境の人たちにもぜひかけってことじゃないですね、そういう人たちからのリアクションというか、はい、技能を聞きたいなと思ったんですけれども、やっぱりその例えば漫画研究とかポピュラーカルチャー研究でも、はい、その物語の要素とかですね、うん、言葉の要素っていうのはやはりそこはその文学研究で培われたものから、うん、得るものっていう得る知見っていうのもすごく大きいんじゃないかなと思っていて、でぜひその意味で小橋さんにはこの物語の様式性っていうことについて、はいはい、今後また研究を開示いただきたいということで思うんですけど、はい、例えばですね、この前ジャクリン・ベネットさんの研究発表を聞いた時に「おいしんぼ」の鼻血事件ってありましたよね、はい、あれがなんであんなにショッキングだったのかっていう、はい、問題を考えていて、でベネットさんの分析だとそれは漫画のスタイルの問題だっていうふうに分析をしていて、どういうことかというと、あれ鼻血を出したのは山岡だったですね。それで「おいしんぼ」って実はよく見るといくつかのスタイルが一つの漫画の中に混在していて、非常にデフォルメされた山岡とかですね、一部のキャラクターで実世界にモデルがいる人っていうのはすごいリアルな筆致で描いてるわけですね。でリアルな筆致の人が鼻血を出したんじゃなくて、山岡が鼻血を出したっていうのが、要するにキャラっていうのは死なないというか、お使いのあれでとそういうリアリズムでない世界に生きてるキャラクターが鼻血を出したから非常にショッキングだったっていう分析をしたんですよ。だけどもなんで鼻血があんなに強烈なリアクションを引き起こしたかってことを考えると、やっぱりその物語の様式性っていうかな、おいしんぼは真実フィクションなんですけど、はい、漫画なんですけど、はい、真実として読ませるような様式性、物語の様式性があるんじゃないかなと。その中で鼻血を出した人がいるということを出したら、それは嘘だろうって言って、あの機能は本当にねじれてて、漫画のそのストーリーのフィクショナルな話なのに、そんなことは事実ではありえないという反論が来たという、ちょっとねじれた形があるんだけれども、なぜ漫画でそういう反応を引き起こしたかということを考えるときに、やっぱりその物語の様式性とか漫画のスタイルの様式性ということを考える必要があると思うんですね。だからそういう意味では物語の様式性ということを考える上で、やはりナラティブの分析という意味では文学研究のからももっともっと入っていく。逆に言えば文学研究は漫画アニメーションを扱う時に扱える領域ではあるんですね。漫画論はどうしてもやっぱり構図論ですとか図像論の観点、あるいは技術論の観点が多くなってしまうので、その部分を乗り越えていく、補っていくという役割はある程度文学研究でも見出せるのかなと思うんですよね。だからこういうこのような本を通して漫画研究とかですね、例えば文学研究からの少年少女文化、ポピュラーカルチャー研究っていうのの総合乗り入れというか議論っていうのがもっと活発になったら面白いなと、やじ馬的な感想ですけど思っております。ありがとうございました。ではお時間も迫ってまいりましたので、これにて本日のトークセッション終了とさせていただきます。先生方ありがとうございました。ありがとうございました。